2022年度子どもたちの心を育む活動。活動テーマ、カフェで家族のように愛され育つ子どもたち。受賞団体、一般社団法人風車千葉県。成田市が抱える地域特有の課題に対して、子どもとその親が安心し心豊かに暮らせる地域社会の実現に貢献すること。子どもたちの居場所を作りたい。健やかに未来に希望が持てるように、学校や家庭でもない第三の居場所づくりに取り組んでいます。カフェタイムには一般の方も利用が可能。子どもだけではなく年配者などの大人も利用するので、話を聞いてもらったり見守られていることが子どもたちの安心感へとつながります。貧困や虐待、不登校など困難を抱える子どもたちの早期発見や、一人親世帯などへの子育て支援を行っています。